内海利勝ラブ&ピース同じ空の下から。この番組は株式会社パリミキ、インティグリティジャパン東京、登る靴店スーパー G、 EM 生活、 PCI ジャパンの提供でお送りします。いくつもの道筋が見えてくる。美しい国の美しいメガネ、パリミキは創業100周年に向かいます。あはは、パリミキ、パリミキ、アメレのパリミキ。あなたの人生を豊かにする会社、キャリアコンサルタント、ケアストレスカウンセラー、インティグリティジャパン東京。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。ああ、まあデビューして50年。これは最後だから。うん、そうそうそう。おぉ。まあ半世紀だよ。だって、ほきもとがさ、あれだもん、52だから、ね、俺2歳ですからって。そう言われると、まいちゃん。どうしていいか分かんなかったよ、俺。小学生も行ってないか。この間行ったんだよ。小学生行ってないよ。幼稚園ぐらいだよね。中学生中学生か。俺も社会人だった。っていうか本人じゃない。本人だな。本人ですよね。社会人で弾いてんだから。そう、社会人だと思ってたよ。うん、すごい。そういうつもりで弾いてた。まあ、そうですね。うん、やって生きてたよ。え、すごいね、キレキレなんだもん、うちです。またそのね、もっといっぱいかけれるんだったらば、あれかけたかったんだけど、エニタイムウーマンのなんかスライドギターはね、すごい結構あるし。これあれですよね、この CD 全部が本当にだいぶそのまんま、そのまんま、そのまんまだよ、うん、だからね、レーザーディスクも出してた、あ、うん、その時には内容がちょっと違うのよ。え、そうなんですか。うん、多少違うのよ。へえ。だから全部映ってたのか、余計な部分まで映ってたのかよくわかんないんだけど、レーザーディスクと DVD もまた違うんですか。 DVD もちょっと違うの。 DVD は持ってるんですけど、うん、レーザーディスク違う、また違う。はい、あ、そうなんだ。映像とかも違うし、曲も違うかな。うん、不思議。レーザーディスクは多分全部そのまま流してたんだと思うよね。うん、
うん、誰が話してた？マブダチ。マブダチ、すごい言葉ですね。普通言わないよ。まあ親友はあるかもしれないけど、うん、マブダチ。マブダチってね。あ、はい。はい、こうよく聞いてるとうちゃんって声も、ね、そうそうそう、ギター弾いてる時はうちゃんって。この時ね、ユーミンとかね、あの桑田も来てたみたいですよ。本当に？見に来てたの？うん。誰か言いました。今日嬉しいことにメールがいっぱい。チクソン来るとは書いてない。ここで危なくなったんだよ。危なくなった。火が落ちてきたから。あ、そうだったんですか。で、あのドラムの上にスネアに落っこっちゃって。本当？もうダメだったよ。あ、だから演奏途中で終わったんだ。いやいや、そう、だって怖いもん。そりゃそうだ。あれだって、あの肌についたら。パンパン言ってんの？このパンパン言ってんの？あ、これ爆竹。爆竹。爆竹みたいに。枠をこう、おうおう、爆竹で覆ってたんだろうね。うんうん、それがパチパチ。それ、うん、まあ、火つけ、つけるつもりでつけたよな。うん。はい。いいです。もういいです、そのままで。ずっと続けてください。これ DVD だとちゃんと映ってる。DVD ってます。うん、DVD だと映ってるか。やっぱ最後に、あのエデンの東流してたじゃん。 あれが正解だったんだよ。これには入ってないんですよね。これに入ってないんだよ、ね、あれだから著作権の問題で来たんだったんだと言ってる。この間内海さん何してたんですか。はい。この間内海さん何どうしてたのかなと見てたんですか。何何何。何火燃えてる間。見てた。俺は見てたよ。見てた。あ、燃えてんなとか言って。そしたらあのもう少しししばらくしたらエデンの東がかかってきたら、あ、ぴったりだなとか思った。なるほど。まあ題名でも燃え尽きるキャロルだから多分決めてたんじゃないかな。ごめん。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、4月13日、はい、まあキャロルっていうバンドが解散した日ですね。はい、私もいましたけど、うん、そうですね。だからもう初っ端から、初っ端からかけさせていただきました。これ今あの多分気がついてる人は気がついてると思うんですけど、矢沢さんの挨拶からね、うん、始まって、そのそう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 ね、本当はファンキーモンキーベイビーが1曲目なんだけど、うん、あのラストにもやってんで、うん、飛ばしてそうラストを最後にかけました。キレキレのラストを先にかけさせていただきました。テンポ早いんです。この間も名古屋で
やったんですけど、はい、ちゃんと弾けてなかった。まあ47年も経てばだからね、うん、もう ATV ってきついだよ。ああそうですか。だんだんもうこの年になるとね、うん、もうだからいろんな形で手を変え品を変えやる、でもまあだってキャロルね半世紀もう半世紀ですよ。すごいですね。もう結成音楽人生といったら50年経つね、うん、ああ素晴らしいですね。いや、うん、まさか俺がこんなことをやってるとは思わなかったですね。やっぱりそれはね天からのお告げでしょ。いやいや、どうでしょうね。うん、まああなたが声かけてくれたから、あ、いやいや、あのこの番組もね続けて ね、もう12年目ですか、ね、はい、ですよね。すごいですね。いやだけど、うん、でも今日が4月13日っていうことも珍しかったよね、うん、そうですね。あんまり今では10年以上やってるけど、うんうん、ほとんど13日が放送日、どっかで重なった時もあったかもしれないけど、まあゲストさんがきっと来てたりとかだったと思うんですよ。うん、この頃、うん、さっきのね、あのうーって最後なったじゃないですか、うん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 、エデンのあれかかる前、消防車でしょ、消防車消防車、あの時内海さんは何を見てましたよ、ね、燃えてるのあー燃えてる燃えてるって言って、あでタイトル、あ燃え尽きるキャロルってタイトル最初から決めてたから、 あそれで燃えたんだと思っちゃった、大変な、うん、大変な目に遭った。まああの、うん、まあ大変な目に遭ったのは、あのローディーだと思うんですけど、ロードマネージャーがね、そうやっぱり嫉妬させられたみたいで、うん、あそうなんですね。あと日比谷も火器が現金だから、ああ、うん、起きて破りのバンドだった。バンドだったいやでもね、それが未だに3年間の活動が未だに続いてるっていうのは、うん、いやそう。ありがたいってありがたいですけど ね、だって今日なんかいろんな方がいろいろ SNS で上げてますよ、うんうん、4月13日は普通の日ではないって、うん、なんかこの番組でもなんかしなければいけないのかとそれでさ、まあ、3曲続けて書けましたけど、ねえ、うん、よかった、はい、というわけですね、はい、はい、うん、それで、うん、最近気に入ってるの曲を1曲あ、はい、挟みたいと思います。そうですね。そしてからじゃああれいきま す, す、ね、あのメールいきましょうね。そうですね、はい、はい、うん、じゃあ一曲聴いてください。はい、ファーストトレイン、はい、スロモンバーグって言いましたっけ。あ、言ってないかいいですね、後で言う。いいね。まあドローンバッグ歌ってるからいいんだろうけど。大体いくつぐらい持ってるんですか、ソロモンバーグのアルバム。アルバム結構持ってるよ、あの政治からもらったやつばっかりだけど俺もともとあのアルバムを持ってたんだけど、うんうんうん、それにフェニックスが入ってたのよ、トベフェニックス、はい、だその曲をこの人に探してもらって、うんうん、そしたらベスト版に入ってたね、バイザタイムっていうの、ね、うん、バイザタイム覚えちゃう、なんで覚えてるでも何回も何回も言ってるか俺しつこいよ、うん、あ、本当、あれそう、うん、違うよね、違います、あ、こんにちは、あれ、クリちゃんだよね、あ、違う違うか、うん、先々週、あ、そうか、あのちょっとだけ、あ、そうかそうか、顔見せてください、なお名前がちょっと覚えてないな、
れちょっとあれもう一回印刷しちゃおうか外にいる方はガードマンさんですかガードマンですね勘違いするようなそんなタイプに見えるもんなうん、後ろの方はね、河合さんって方ですね、うん、あ、本当、うん、あのフレディ・キングのビッグレッグウーマンをおお、渋いのリクエストあ、これ見ましょうか、じゃあこれだいぶ前のがいいですあ、だいぶ前のだいぶ前のなのあ、でもじゃあどれか一つぐらい読むよそうですね、そうですね、うん、じゃあこれがいいか3月よく見えねえけど、うん、ちょっと待ってくださいねいつ来たのだろう2週間前に来たメールですがって、うん、2週間前に来てくれた、うん、はい先週ですねじゃあね2週間前先々週先々週か、うん、読めねえなこれやっぱりこうやって見ても読めねえな場所によってねいいちょっと、うん、あこのぐらいで読めばいいのか、うん、棒がついても見やすいのかね見えないねこうやってつけちゃった上に裂けるやつとかねあこうやってこういうはい。うん、いいね、この曲もね。ステッチャーとバッグ隠す。あ、どうも。はい、うん、どうも。いいですね。いいですね。うん、なんか落ち着きますね。落ち着きますね。うん。騒がしい後に。いやいやいや。うん、すいません。はい。じゃあメール行っちゃいましょうか。メール行っちゃいましょうか。はい。ね。じゃあ、じゃあ僕から読みます。2週間前。2週間前にね、かあの河合さんって方ですね。あ、うん、はい。こんにちは、うん、昨日の放送開始直前にお声が、かけさせていただきました。あ、はい、ありがとうございます。ね、河合と申します。うん、河合さんですか。河合さんですね。河合さんって俺の同級生でいるんだけど。あ、そう。河合正則って。あ、そうですか。葬儀屋ですよ。うちの親父が亡くなった時ここにいたからね。なるほど。はい。でもって。早速で恐縮ですが、うん、以下リクエストさせていただきます。はい。なんだこれ。フレディ・キング。フレディ・キングの。おビッグレッグマン。おビッグレッグウーマン。うん。はい。渋いのかけます。渋いですね。リクエスト、あ、こんなの初めてですよ。そういう渋い。あのフレディ・キングをかけてくれなんていう、うん。ああ、そうですね。そうです。意外となかった。僕大好きですけど。あ、ありがとうございます。嬉しいですね、うん。ありがとうございます。ね、はい、うん。それで、アーティスト名フレディ・キング、うん、あ、そういうか曲を書いてあるだけで、うんうん、あとは、うん、寒暖の差が寒暖の差寒い、厳しいので、うん、体調を特化気をつけてください。ありがとうございます。お気遣いいただきました。えい。ブスカちゃん。はい。はい。キャロル解散の時は高校生、うん、ああそうですね高校生ウイスです。ブスカです。高校生。今日はキャロル解散記念日なので、あ、さっきメッセージ来てた、それを、うん、もう一本のメッセージですね。もう一本のメッセージ。先週キャロルのラストライブでステージのキャロルの看板大炎上の、うん、真相を聞いて納得しました。内海さんではなかった。あ、俺じゃねえよ。質問は2つ。つけたのはね、まあ、質問はまだあるんですね、うん、キャロルのラストライブのアルバムは大好きなのですが、うん、あ、さっきのね、オープニングのファンキーモンキーベイビーのイントロの部分がフェードインのように入ってきて、うっちゃんのギターが聞こえません。これは何なんでしょうか、うん、なぜでしょう、ね、最初音が出なかったんですね。あ、そうなんですか。それで途中で、なん
調子悪くて、あのアンプの線かなんかあの、うん、あのシールドだったかもしれないけど、分かんない、分かんなかったね結局、うん、まあ、そのままでいいやみたいな。でもほら最後の方はうん、ちゃんと弾いてますね。おお、あれ1回目の時にあんまり、うん、あのイントロの部分が聞こえなかったから最後にもう1回アンコールでかけた。いやいや、あのその当時はね、うん、あの1曲目や最初にビッグヒットっていうか、はい、まあ、最大のヒットだったから、やるじゃないですか、うん、そうすると最後にもやるんですよ。ああ2回やるんです、ね、おあ、そういうあれだったんですね。そういうのが多かったですね、意外と。あ、なるほどね、うん、そういう時代だ、時代背景もあったのかもしれないけどね、うん、ね、2回目でほらさっきかけたの、ね、うん、ファンキーモンキーもあの、うん、ルイジアンナもあれだけど、うん、最後の方だったから、うん、もうこれでうちもう終わりだからいいやみたいな、あ、やっぱそういう気持ちがありました。やり投げな気持ちであったっすね。やり投げっていうか投げやりですね。4人で演奏するのはこれが最後だからそうです、ね、もう思う存分っていう感じでして、やれって感じ、そういう感じですね。すごい、だってキレキレですもん。そういう気持ちが強かったかもしれないです。ああ、ね、だってその前のエニタイムウーマンだってすごいなとは思いましたけど、うん、エニタイムウーマンで途中音が出なくなっちゃった、うん、あ、そうだったんですか。そうかもしれない。最後の方でね、うんうんうん、で、じゃあ 2質問目、質問2、はいはいはい、キャロルはケーキ漬けでお酒を飲んでステージに上が、うん、ステージに上がっていたという伝説があるようです。最初の頃も最後もそうでしたけど、あ、このあのそのラストライブのステージもですか。だからね、うん、緊張しちゃうんですよ。あ、だからね、うん、ずっと日本酒ばっかり飲んでたね。あ、日本酒。そうするとね、うん、あの なんていうの、あのだんだんこう、うん、ほもほもなんだっけ、うん、違ううあれが違うずうずっていうか、うん、あのあれが溜まっちゃうのよ。え、あの乳酸が溜まっちゃって、ええ、だんだん指が動かなくなってくるっていうか。何、飲むと、飲まないと、飲まない、飲むと、の、あ、じゃあ飲みすぎ、飲みすぎですね。飲みすぎじゃないと、うん、あの人前に立てなかったんだ。もうブースカちゃんの予想だと、うん、矢沢さんはストイックに飲んでいない、うんうんうん、そうでした、うん、飲んでなかったね。あ、だってお酒は弱かったんでした。酒弱かったよ、どちらかというとあんまり強くじゃなかった。で、ジョニーさんはウイスキーストレートでボトル半分ぐらい。そうそうそう、あ、ストレートでボトル半分。うわー、ほんと強いですね。俺も一緒飲んでたけど。じゃあ、トムトムは軽くビールコップ一杯ぐらい、うんうん、そんなもんだ。で、うっちゃんは日本酒半生5合ぐらい。いや、俺あの時バーボンから飲んだと。あ、そうなんですね。うん、おお、よく覚えてないですよ。その時はじゃあ日本酒じゃなかったんだ。日本酒じゃなかった、うん、日本酒はね、最初の頃ですよ。おお、デビューしたての頃です。なんかあの頃の内海さんと日本酒合わない。いや、なんかね、うん、落ち着かないんだよね。なんかね、興奮しちゃう。興奮しちゃう。あの恥ずかしいっていうか。ああ、なるほど。まだお年頃だったからね。まあそう、そうですね。19、20歳ぐらいだったからね、うん。飲んじゃいけないんですよ。いや、まだそうだね。今はいいのかも。今もダメか。今もダメダメ。うん、ね、うん。そうですか。聞かなかったことにしてください。はい、ブースカちゃんありがとうございました。はい、まだまだメール。あ、うん、ブースカちゃんの 今週号のあれ、うん、まあじゃあちょっと軽くね。うん、熱くなったね。ジョン・レノンとヨーコさんが作ったあの曲、うん、イマジンをジョンの息子ジュリアン・レノンが歌ったという話題。歌ってた。おお。でもね、うん、ルックス全然変わっちゃったな。そうですね、うん。びっくりしたよ、俺。おっさんになったなと思ったけど。まあそりゃ、そりゃそうでしょ。まあ、そりゃそうだろうけど、うん、俺もジジイになってるくらいだから。みんな年は取るんです。まあ確かに。うん、公平に、ね。でもね、やっぱりね、声はにちょっとジョン・レノンを思い出せるような声質はあるね、うん、あ、ジュリアンの方がちょっと似てるかもしれない。そうなんですね、うん、ジュリアン・レノンですが、あのビートルズの楽曲、うん、ヘイ・ジュードはジョンと母親が離婚して旅違っているジュリアンのためにポールが作った曲です、うんうんうん、そうそうらしい。そうなんですか、うん、ジュリアン自身もバロッテでヒット曲を出していますが、うん、最近は音楽活動よりも写真家としての活躍していたようです。それで、彼自身のコンサートでイマジン歌わずに封印していたらしいです、うんうん、この曲は世界の終わりが来たら歌うんだと言っていました。そうそう、だからあの、うん、ウクライナのことですか、それが ね気になっちゃってるんじゃないかなと思うんだよね。だからそういう動きをするミュージシャンが多いもんね、うんうんうん、そうですね、うん、ウクライナに向けてイマジンを一緒に歌ってくれ、うんうん、その思いと寄付を彼らに呼びかけています。そうそうそう、
近づいたのそういうスタイルが多いですよ、うん、ありがとうございます。どんどん行っちゃっていいですか。はい、マードクさん、うちみさみさんのボンさん、こんにちは、マードクです、うん、本日もよろしくお願いいたします、はい、今日はキャロルファンの私たちにとってスペシャルデー、4月13日ですね、うん、確かめてみましたら、あれからもう47年にもなるのですが、そうだね、うん、月日の経つのは本当に早いです、うん、今日まで通算したらもう何回見たかもわからないほどにキャロルのラストライブの動画にはもう見まくりました、うん、そうですか。今はそういったものがネット上にもたくさんあっていて、うんうん、探すのもあまり苦労しないで、しかもただで見れて良い時代です。そう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 、改めてキャロルに関して不思議なのですが、見飽きるとか聞き飽きるとか、そんな風に全く感じたことがありません、うん、この感覚って一体何なんですか。何なんだろうね、俺もよくわからない超本人だけどわかんないもん俺、理解できない部分だから、もう30年経ったらもう忘れられるかなと思ってたんだけど、うん、だけどもう40数年経って ね、うん、それでもまだコピーバンドとかさ、うん、すごいですよね、カバーバンドがいるっていうのは、うん、もう びっくりですね。だってもうキャロル命の人たちが多いです。だから、うん、まあリアルタイムで本当に知ってる人たちは還暦前後ですから、うん、そうですよね。そうなんだよ、うん、だからちょっとね、あの、うん、おっさんがやってるって感じがあるよね。まあ、それ俺もおっさんだけどね、うん、ねえ、マードクさんも初めて聴いてから50年近く経つのに古臭さを感じさせない内海さんのギターサウンド、うん、自分の中ではダントツで再生回数ナンバーワンで間違いありません、うん、はい、そうですか。2位は誰だろう、大きく引き離して、うん、S レイボン、あ、スティービーレイボンね、うん、かな、多分そんな感じです、うん、今日は仕事してるので後で YouTube でお視聴しますね。はい、はい、では失礼します。マドクでした、ありがとうございます、はい、うんと、じゃあちょっと、あ、フリスタンマンさん、うん、フリスタンマンさん、はい、こんにちは。ここ数日お天気も良くて、うんうんうん、初夏の陽気が続いて気持ちいいですね、うん、今日はかつて内海師匠が所属していたロックンロールバンド、うん、キャロルの解散の日であるとともに、うん、初代のドラマ、あ、相原誠さんの命日でもありますね。そうそうそう、初代じゃないんだけどね、本当はね。あ、初代はね、うん、あの、A ちゃんとそれが合わなくて、ええ、辞めたです。あ、そう。デビューするって決まってから辞める。あいつ金、あいつとこ金持ちだったんだな。そっか。うん、47年前の当時、父親を亡くしたばかりの僕は、うん、高校を卒業して専門学校に通う傍ら、バイトに明け暮れてる毎日で。僕の中学の後輩なんですよ。そうですね。うん、日比谷野音での解散コンサートに行くことができませんでした、うん、ああ、キャロルのギターの内海さんの演奏はどの曲にもなくてはならない、観客を熱狂させるギタープレイで、ただ一ファンでしか過ぎない僕にとっては雲の上の人でした。そうですね、解散コンサート終了後はメンバーの皆様でともどもで盛大な、送別会ならぬ打ち上げがあったんでしょうか。え、いや、打ち上げ、あの、うん、A ちゃんとジョニーはどっかで会ってた、うん、だけど、うん、あの、俺はすぐ帰った、うん、あ、そうだったんですね、うん、あの、やっと解放されたって感じ。あ、そうなんですか。だから俺だ、そういうふうに言うと、うん、あの、ファンの人たちが、ね、怒るんだけど、俺は早く やめたかったっていうところがあって、うん、なるほど、うん、うん、だから、終わってすぐ帰りましたよ。あの、ちょうど雨も降り始めてたし、ね、そうか、そうですね。でも、あの、ラストライブの後、うん、みんなでこう4人で揃って、今日はどうもありがとうの一言があるかないかって、みんなそれも ありだと思ったんだけどね。おうおう、だけどお呼びかかんなかったっていうか、まあ、あの騒ぎじゃ集まれることができなかったんでしょうか、まあ、そのままどっかで待ち合わせてるっていうんだったら、うん、ありえたかもしれないけど、うん、でも皆さんにご挨拶もなしでそのまま終わってしまったでしょ。ううってきて、うってきて終わりです。だから、そうや、うってきて終わりですそういうのがあるから余計みんなの心の中には、うん、残ってるのかもしれない、ね、うん、そういう部分もある。俺たちが最後を締めるぜの勢いできっと頑張ってるんだと思いますよ。 その時は、うん、あの、前にあのいろんな人が、ほとんど
で、あの音楽界の人が出てくれて、ゲストで出てくれたから、ええ、ありがたかったよね。うん、武田鉄矢さんとかね、そうそうそう、内田裕也さんとか、そうだね、裕也さんもガロの人まで来てた、ガロもやってたね。うん、すごいですね、うん、そうです。あれから早いもので、うん、今年は音楽活動50周年を迎えることとなり、うん、荒削りだけどかっこよかったロックンロールのギターから今では熟練された最高なブルースギタリストへと変貌されていますが、僕にとってもこの2年余りの間に都合が合う日だけでも宇宙ミッションのライブに伺うようになって、行ければ会話に応じていただけて写真も撮らせていただける心温かくて気さくな宇宙師匠のお人からに雲の上の人からそんなに持ち上げんなよって書いてあるんでしょ。空白を埋められるようになって感謝しています。でもこれは僕だけでなく師匠のライブに行った人がみんな感じていることと思います。これからますますご活躍ください、まあね、あ、今日は僕の中で一番思い出に残っているキャロルの頃の宇宙師匠の曲、うんうん、泣いてるあの子リクエスト、また時間があったら構いませんのでよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。体調に気をつけます。ありがとうございます。はい、うん、クリちゃんマンさんでした、うん、続けてもう一曲入れてからにしましょうか。そうしましょうか、うん、じゃあね、はい、今日ね、うん、あの初代ドラムっていうふうに、あの勘違いされてる方もいらっしゃると思いますけども、あ、そうですね、途中ちょっと理由があって変わったんですよ、あ、はい、その、うん、相原誠の命日なんですね、うん、ちょうど4月13日の、あの彼のソロアルバムっていうかね、はい、あの、うん、ミラーっていうバンドをやってたんですけど、そこにあの長瀬辰巳も一緒に入ってまして、うん、はい、長本忠と、うん、で、あの長本忠はあの誠が連れてきたっていうか、あの、あのベースいいなっていうことで相性があったんだろうね、うんうん、タイム感が合うっていうか、そういうところがあったので、はい、そのアルバムの中から一曲聴いてください、はい、モンブラン、はい、じゃあモンブラン2個ちょうだいよ。びっくりした。これは大丈夫ですね、モニター。大丈夫、大丈夫。今誰が言ってんのか。写真を撮ります。はい、すごい歌ですね。あの相原誠のソロアルバム。もう1年経つんですね。早いですね。もう早いよね。もう違う、2年3年だよ。あ、そんな経つ。もうだって一昨年か、一昨年のもうコロナが入り始めた頃に急に死んじゃった。その頃、読んじゃって、はい、星の涙を BGM にした。 BGM ですよ。すいません、これ終わったら星の涙を BGM にしてメール読みます、はいはい。これギターは誰が弾くんですか。これはコタツミ。その星の涙は、はい、紹介いただいたら書けますけど、書けちゃいますか。あ、書けましょうか。一応紹介しますよ、うん、あのその今の情勢を考えて、情勢を考えて、わかりました、はい、じゃあちょうど45分に終わるような感じ出しますんで、あ、はい、あ、そうだね。これ読んだ方がいいですね。
モンブランだよ、ね、この歌詞が面白いんだよ。ちょいとそこ行く皆の衆って言ってるから。これ作詞もあるから。そうそうそう。どっから出てくるのかな。皆の衆。残り30秒です。はい。はい。懐かしい感じですね。あ、じゃあメール読みましょうか。メール、せっかく、ね、はい、うん、なおちゃん、はい、はい、内海さん、皆さん、こんにちは、うん、ここ数日夏のような陽気ですね、うん、桜前線も北上中ですが、うん、八重桜が見頃を迎えているようです。なるほど。今はたくさんの花や新緑を楽しめて良い季節ですね、うん、さて、うん、Facebook の投稿で4月13日が意味深いように書かれているので考えました、うん、大好きだった亡き西城秀樹さんの誕生日なので毎年忘れることはないけれど。そうなんですね。あ、そうですか。小学生の頃からキャロルファンの友達の言葉を思い出した。キャロルの解散記念日なんですね。伝説となった野音でのコンサートの話も聞いたんだっけな。今日はその辺のお話とキャロルの名曲が聞けるのかな。お願いしましたよ、はい、楽しみに拝聴します。ありがとうございます。はい、ちくらさん、はい、ありがとうございます。いや、相変わらずね、まあ、わちゃわちゃした日々を送っております。昨日不気味な出来事がありました。朝食を食べながら何気なくスマホを見たら、うん、着信が2件、うん、電話マークの右上に2つ丸、うん、丸、右上に丸に2って書いてあるでしょ。で、開けると自宅から、私は当然自宅にいるし、しかも留守電、うん、留守録入ってないで無言。時間を見たら、え、夜中の0時48分。え、何それ。何それ、怪しい電話。自分の電話に着信が2つ、自分の家に入っから入ってた。自分の家から。どうなんだ、なんかあったんじゃない。怖い。心配じゃない。ソーシャルディスタンス夫婦なもんで、私は2階にいるので、うん、下から大型犬が具合でも悪かったのかなって思って連絡してみると、寝てたよ。確かに私より先に寝てたの覚えてる。私も寝ちゃってた。じゃあ誰が電話してきたの。あ、そう、不気味です。怖い、ね、誰でしょう、誰でしょう、怖い。ちょっとその続きまた知らせてください。はい、パカパカさん、うちみさみさん、こんにちは、うん、すっかり初夏の陽気ですが、うん、明日からまた気温が下がるようですね。寒いんだよね。そうなの、やだやだ、ね、今日はいろんな意味での記念日、誠さんの命日なので記憶に新しく、コロナ禍が始まってすぐのことでしたね、うん、そうだね。今思っても寂しいことです。こちらの番組も4月で12年目に入ったんですよ ね。おめでとうございます。ありがとうございます。お体ご自愛いただいて、さらなる活躍ご躍進を、記念いたします。なんちゃって、はい、といろんな意味で楽しみにしてます、はい、なんだろう、なんちゃって。ありがとうございます、ね、今ね、かかってるのはね、はい、あの星の涙っていう曲で、まあ一種反戦歌ですね、うん、あのだから今こういう時期だから、ちょうどいいかなと思って書きましたけども、はい、うん、もう思いあの、このな中身詩を見て聞いてくれれば、うん、もうすぐ分かります。あ、そうですね、そういう内容だ、内容に しましたんで、あ、これをだからもう10年前かな、うん、もう10年前ですね。10年前に作ったんですよ。 もっとですね、スタンプオブドリームスに入ってるんですよ、ね、そうですね、その前ですからね、うん、あ、その、あ、その後か、15年前、そのアルバムだ、そのアルバムだから、もうそれでも10年前ですね、10年以上前ですね、15年前ですから、はい、ね、だから、まあ、こんなことになろうとはね、つゆ知らず。そうですよね。あの、そう、まあ、必ずアルバムに1曲は
あの反戦歌を入れたかったんですよ、うん、この同じ空の下からっていう言葉も同じですけども、あの同じ星を見てんのも、うん、同じ空を見てんのも同じことだからね、うん、あの そういうふうに思うと、うん、あ地球の全体で考えたら、うん、やっぱりね星の涙っていうことになるんじゃないかなっていうことを ね、うん、つくづく思います。次のアルバムでのまた反戦歌も、反戦歌1曲は入れたいですね、うんうん、まあ、あの何曲か入れてる場合もあるんですけども、うんうん、あの基本的には僕あのノーウォーっていうか、ラブ&ピースですからね、本当、うんうん、このね番組のタイトルの通りですね、願ってます、うん、この番組のあの最後の曲も悲しいだけじゃなくても、うん、そうですね、それも同じ、ね、あのそう、あの反戦歌ですね、だから忘れちゃいけないことなんだけど、うん、だから僕たちは知らないじゃない、戦争を知らない世代だから、ね、うん、だけど絶対戦争でいいこと何にもないからね、そうですよね、うん、あの、うん、人が悲しむだけだから、うん、だからプーチンさんやめてほしい、うん、そうですね、うんうん、というわけでね今日は、はい、あの4月13日でそうですね、キャロル特集というか最初の3曲、うん、3曲かけましたけど、挨拶する前にかけてしまいました、ね、はい、ありがとうございます、うん、どうもありがとうございました、ね、待って見守っていただけるのもそのキャロルのおかげでございます、そうですね、 A ちゃんのおかげでございます、はい、私の内海さんのおかげで番組を続けさせていただいております、はい、だってそういうふうにこのあの名古屋では言われたもん、あ、そうか、はい、じゃあその後も続きます、はい、はい、アウトドアです、登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー、はい、ここからはアウトドアです、野村さんよろしくお願いします、キャロルです、はい、はい、鶴巻登るです、よろしくお願いします、はいはい、キャロルですね、うん、そう、あ、かけてくれましたか、はい、キャロル50年なんですよ、50年です ね、 ね、すごいですね、もう結成してから50年ってことですね、憎いあの子、憎いあの子、はい、いたんですかね、そういう人が、いや、いたんですで、噛み切れないキムチとか言うんですかそれ難しすぎますね、そう、やりきれない気持ちを噛み切れないキムチっていうやつがいて使いましょう、今度から、のぼさんにとってそれはジョニーが怒ると思う、キャロルはどんな存在でした、キャロルはね、うん、子供だったですね、自分がまだ、そうだよね、高1、高2ぐらいです、ね、そうだよ、ね、その間だもんね、はい、中学生じゃなかった、中学生じゃなかった、あなたは中学生じゃなかった、はい、ごめんなさい、1、高2あたりですよ、で、そうですか、だってね、2年、3年やったんですか、3年弱ですね、3年弱ですね、そうですね、だから多分その日比谷解散は、うんうんうん、俺まだ高校生で、そのぐらいだと思うよ、横浜ダウンタウンボーイなんで、うん、日比谷まで行けずっていう感じですね、だからね、日比谷でカツアゲされたやつがオパだからライブ行ってお前飛んでみろとかさ残念でした、残念だったそうです、いいんですかそんな、アンラッキーってやつですね、はい、そうですか、いや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 、はい、じゃあちょっと、はい、海モードで湘南海岸、はい、七里ヶ浜鎌倉高校前あたりでは、うん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 、セットモモ、うん、南南東の風が3メーター、サイドウンショア、台風の影響はあるの、台風ね、今じゃあ台風の件もお話ししたいと思います、はいはいはい、まあ、ちょっと聞いてください、はい、水温がね 15.6 度、うんうんうん、これなんだろうな、あの気象庁発表でも実質、サーフィン の、 あのウェブサイトの方が測ったところ、うんうんうん、今日は午前中 18.7 度、もうだいぶ暖かいですよね、あ、そうですね、なんでこんなに違うんでしょうね、うん、違うよ ね、 ね、だいぶ違うよね、あの、うん、3度も違う、うん、まあでも 18.7 ってことは相当暖かい、暖かい、はい、外気温22度です、うん、はい、まあまあ、 あのまだでも風吹いたら寒いかもで、うんうんうん、5ミリ3ミリのウェットスーツセミドライを着てくださいねと、で今日はね、あのもう潮上げちゃってタプタプでダメで、うん、午前中のロータイド9時前後ぐらいが、潮位58センチ遊べたんじゃないでしょうか、うん、それ夜朝って朝です、朝、朝の9時ぐらいの前後が、うん、まあ、あの浅いところで割れるんですね、うんうん、なるほど、岩のところとか、あ、そういうところで遊べますよと、うん、して、台風
どうなってんのって、うん、1号がね、うん、できて、うん、2号はフィリピンの方行っていなくなっちゃったのかな。あ、そうなんだ。うん、で、まあ1号の影響が、あ、今後出るんでしょうっていうことで、1号、お名前がマラカスさん。マラカスさん。はい、マラカスですね。1号、発生してます。955ヘクトパスカル。はい。まあ、明日には20度線を超えて、湘南海岸にもスウェルが影響が出るんじゃないかなと。なるほど。まあ、自分的には、あさってだと思ってるんですけどね。明日の夕方ぐらいから地味に入ってきて、あさって。のぼるさんの夢のが間違いないんですよ。そうですかね。はい。まあまあ、15日に、まあ、サイズアップ予定なんで、北風がやっぱ吹いちゃうんですよ。で、北風はまあ、オフショアで、面は綺麗なんですけど、強くなりそうなんで、風の弱い時間帯をチェックして、まあ、海に出かけるといいんじゃないかなと。あとは、波はあるんですね。波はサイズアップしますね。で、まあ、北風をかわすようなポイントはなおよしという。かわすとかあんまりないですけどね。かわすとかないか。そうなんですよ。風の弱い時間、まあ、コンディションの良さそうな場所でやりましょう。で、そのオフショアが強くなると、うん、前言ったかしら、インフレーターっつって、エアーサップ、うん、空気で膨らますやつとかを乗ってる方は結構要注意で、うん、オフショアが強いって、陸から海へ出る風だから、そうか、うん、そこで、流れ止めのリッシュコードとかが切れちゃったりすると、もう板がパパパパーンと走ってって、もう全然追いかけても取れないんで、そう、北風強い時は、まあ、そういうボードでツーリングみたいのはやめましょうと。あ、気をつけたらいいですね。はい。波乗りはね、結構ね、もうやられるの覚悟で入ってるから、そうだよね、当然そういう事故も少ないんですよ。あ、そうなんだ。こうなったらどうしようって考えるから。覚悟の上とか。まあそうですよね。だから流されたらどこに上がろうかって考えるから、かかんか、ね、最初からね、そのエスケープ考えてますんで、あ、まあエマージェンシー考えてやってますってことですね。ほうほう。ということで、週末、うん、金土日は、うん、マラカスで、マラカスで、マラカスで遊べればはい、いいですね、うん、っていうことですね。雪山スキー場情報なんですけど、うんうんうん、もうやめちゃったスキー場がクローズが結構多いんで、でも、まあ、相変わらず、コンディションまだちゃんと保って、うん、積雪量もあるところで、あ、まあ、毎回紹介してる、近場の新潟湯沢神楽スキー場、うん、積雪280センチ。まだ280、うん、まあ、本日の最高温度は18度まで上がるん で、 そうです、まあ、結構べしゃべしゃになるんですけどね。あ、ちょっとね、うん、まあ、で週末までは昼間、まあ、10度ぐらいを行ったり来たりして、うん、夜の最低気温は、うん、3度からマイナス5度ぐらいまで落ちますよと。まあ、こうやってね、だんだんこう春になって雪がなくなってくるんですけど、ね、本日水曜日はレディースデイ、まあ、これはリフト券サービスとかやってるんで、こういうのをまあ豆に利用して、だからウェブサイトをチェックしてからチケットを買うとか、そのエリアを決めるっていうのもいいと思います。もういくつもね、そんなやってるところ少ないんで、数少ないからね、大体のこう的を絞ったら今日は何の日みたいなのもチェックいいと思います。なるほど。いつまでやってんですか、神楽？さあ、5月の連休ぐらいまでやってますね。ああ、そうですか。そうですね。でその辺で並行して長野富山県境の立山スタートとかっていうことになるんで、まあまあそんな感じですね。はい、長野県白馬エリア栂池マウンテンリゾート、積雪239センチ。はい、木金は雨、明日明後日が雨ですね。で、まあ土日は曇り晴れ模様なんで、ちょっとコンディション盛り返すかなと。で、今日のゲレンデからの一言っていうのが、メッセージ入ってて、メッセージ入ってるんですよね。そうそう、私には入ってきました。あ、そうですか。気温 6.5 度、シャバ雪、シャバ雪、シャバ雪さ、須貝系ロープウェイ早春運行してますよ、うんうん、しかし金土日のウィークエンドのみです、うん、はい、はい、ウィークエンドに行く方はこのロープウェイ使って1800まで浪せずして登れますよと、うん、でこれはロープウェイがないと1時間歩きっていうことですまあ週末に行った人はチケットを買って楽できますよ、楽できます、はい、そんな流れで、まあ今言ったこのシャバ雪狙いっていうのが、やっぱりその、シャバ雪ね、うん、ジャバ雪じゃないです、シャバ雪シャバ雪っていうのがやっぱりこうキーワードで、
よく言ってるシャバ焼きを好きな人もいるわけ。そうですね、うん、春はやっぱりこういうシャバ焼きにならないと板が走んないんですよ。あ、なるほどね、うん、何回も言ってるその4回板つかみんで、板つかみギャッとこうストップスノーになっちゃうんで、そのストップスノーが終わってくると今度シャバ焼きに変わってくるんで、うん、これを狙っていく。今はその狭間なんで難しいコンディションなんですよ。あ、なるほど。そうだから多分4回もまだいるんですね。どっちもどっちも危ないと、はい、うん、ゲレンデにウェルカムして、うん、カモンっていうノリもひっくるめて、うん、シャバ行きってこのワードは多分セールスポイントなんですよね。あ、そうそうそう、シャバ行きだからいらっしゃいみたいな。あ、そう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 、あ、じゃあ良さそうじゃんっつって。あ、そう、でも板つかみもいるよって感じ。あ、そう、はい、まあ場所を選びましょう。ああ、なるほど、ね、難しいんですよ本当に。難しいね。日照面って日が照ってる面が良さげに見えて滑っていくとキュッて止まったり、止まっちゃったりするもん、ね、ベシャベシャでなんか走るのっていうところが結構走ったり、うん、あ、そうですか。やっぱそれは長く行ってる人にしか分からない、分からないね、うん、うん、そうだね。そのシャバ行き狙いだと、まあ、ガイドを使うのもいいかもしれないですね。フィルムクラストっていう話しましたよね。はい、ね、うんうんうん、その1ミリぐらいのフィルムのこの、あ、凍った雪があって、はいはい、それをフィルムクラストっていうんですけど、うんうん、そこはまたすっごい走るんですよ。あ、そうなんだ。それを狙うのも、あ、ありで、それをフォトにして撮ってもらうのも今、うんうん、そういう手もあるんだ、うん、モノクロでフィルムクラストのグレーとブラックのライン、ね、よく写真家でさ、うん、撮られてる人いるじゃないですか、はいはいはい、そういう方もそういうのをわざと狙ってる場合もある。そうです、この時期はフィルムクラスト狙いでどこどこエリアの何何斜面、うん、何等面とか北等面の調子いいとこに撮り行きましょう。あ、なるほど、はい、狙い撃ちです。はい、ありがとうございました。はい、今日はねこの後3時から川崎ダウンストリームで私たち番組宣伝のためにインタビュー受けちゃいます。あ、そうですか。はい、この後も引き続き川崎ダウンストリーム多分3時10分から15分ぐらい、うん、に始まると思います。だいたい10分ぐらい出番があるそうなので。はい、わかりました。はい、そのまま聞いててください。よろしくお願いします。というわけでまた来週、バイバーイ。チャオチャオ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ヘルス された。ままだけど鍵